取材したいって言ったのレイヤだろ。無理ってバランさんにチケット頼んだのに、代わりに取材して。僕どれが特別列車かも分かんないんだけどな。はあ、もうどうしよう。え？いいんですか？お願いします。助かります。友達にすっぽかされちゃって。10時の列車。いっぱいいるとこ知ってる？トリグラフ中央駅って言うんだけど。なんて、わかるわけないか。ありがとうございます。助かります。ああ、トリグラフは初めてじゃないんだけど、何度来ても迷っちゃうんですよ。あなたも駅に行く途中だったんですね。自然工場アスコルドを見学に、セレモニーに招待されてるんです。へえ。知り合いに関係者がいて、それで。僕はまだ駆け出しの研究者で。ああ、駅の食堂、おすすめの駅弁とかあったりします？トリグラフ名物トリグラタン弁当って聞いたことあるけど。
クラン社のビルは本当に大きいですね。うん。ほら、あれが特別列車。あれか。はい。リドー副室長からです。クラウンに不審な行動に注意されたし。あいつが仕掛けてくるならそれも一興だ。お待ちしておりました、ビゼリー様。特別列車は帝国通り発車予定です。ありがとう。おかげで無事に乗れます。あ、すみません、立て込んでるので迷子は事務所の方にお願いします。ちょっと駅員室に来てもらえるかね。女の子が君に妙な真似をされたと言っているのだが。待て、逃げる気か。そんなことをして何の得がある。騒ぐとことが大きくなるぞ。何があったんですか。痴漢だってよ。しかも子供相手に。
お見事、ドクター・マティス。今のがリーゼ・マクシアの武術ですか。我が社の護衛にも習わせたいものだ。と言っても、リーゼ・マクシア人のあなたのように精霊術は使えませんがね。同じ車両に乗り合わせててよかったです。そちらもなかなかの腕をお持ちのようだ。私はクランスピア社代表、ビズリー・カルシバーク。ルドガー・ウィル・クルスニック、ユリウスの身内か。あ、クルスニック。本社のデータにありました。ルドガー様はユリウス室長の弟です。母親は違うようです。そうか、では私とも家族のようなものだな。始めたな、アルクノアども。アルクノア。リーゼ・マクシアとの和平に反対するテロ組織です。連中、和平政策を支持する我が社を目の敵にしていてね。おそらくこの列車をアスコルドに突っ込ませるつもりなんだ。そんなの困る。できるの、絶対。どうやって。戦闘車両を抑えられれば。やる気か、面白い。僕も行きます。責任があるんです。さすがだな。僕はジュード・マティス。よろしく、ルドガー。急ごう。Thank you.
無語い。いつ敵が出てくるかわからない。注意していこう。そうだったね。ルドガ、もしかしてアローサルオーブ持ってないの？うん。一つ予備があるんだ。持ってて。知ってると思うけど、アローサルオーブは変質しちゃったリリアローブの代用品でね。これがあれば戦闘でリンクできる。リンクっていうのはぶっつけ本番で試すしかないね。ルドガー、リンクお願い。挟み撃ちしよう。危ない！はっ！はっ！ルドガー！リンコアーツを試してみよう。来るよ。気をつけて。来なさい。開けられないんだ。いけるね、リンク。ああ。
僕も負けないよ。泣かしてくれ。そうだ、アローサローブの成長機能について説明しておくね。リリアローブにもあった力なんだけど、かなり違ってるから。お？シェル解放時のマナ本流を受けて、全てのリリアローブは機能を失っちゃったんだ。そこでアブソーバーっていうマナ吸収用陣で属性エネルギーを供給し、成長とリンクの機能を復活させたものがこのアローサローブなんだ。と、長々ごめん。とにかく一度使ってみようか。分子対策室に救援を。いい、器を見る絶好の機会だ。時計がない。お嬢さん、動くと危ないよ。危なくても大事なの。カナンの地にお守りなんだから。面白いことになっているじゃないか。そういえばルドガ、ん？さっきの女の子は一緒にいなくていいの？そう。けどあんな小さい子が一人でいるなんて変だよね。両親とはぐれちゃったのかな。うん。と、無駄話してる場合じゃないね。急ごう。発見。どうしてもらいます。進まなきゃ。一歩でも前へ。いた！
そろそろ戦闘車両だね。気をつけて。